はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もレインボーシックス指示 PC 版でやっていきます。ちょっとピングが悪いけど。Steam のフリーウィークエンドで、無料開放されてる期間、4月17日に今これをやっております。お試しにやっていこう。さあ、始まった。酔ったね。お、アーマー拾って、4-1 だとかの違い部分、PC 版にある違い部分は、あっと、壊して、ちょっと先にブービートラップとかを貼って、操作面で違う部分があるとしたら、エイムをしなくても体を傾けられるっていうことぐらいで、他はあんまり変わんないです。4番だとかのレインボーシックスシージとは。というわけで、まあ、なんせマウスなんで、頑張って敵を倒していこう。可能な限りヘッドを狙って。で、視野角は今、90度で、最高の90度です。さあ、結構いい感じに。ここにもトラップ。この辺から敵を見てみよう。足音がしてるけど仲間、あ、こっちだな。おお、ナイス。正面からの敵はやったけど、こっちから来てる。そこ閉じちゃう。どっか割ってる音はしてるな。ここで、いやな、落とし、いや、来てる来てる来てる。ナイス。もう一人いるんだな、これ。監視カメラで援護しよう。ドローンがあるな。ん、ここだ。上行ったな。大丈夫か、あの味方。ナイス。この部屋は大丈夫そうか。ここにはいない。あと2人、テルミットとフューズか。ん？左から来てるな。味方が来た。味方入ってった？大丈夫、いない？おっ、こっちか。ワン。よし、勝った。何もしてないけど勝った。まあ、こんな感じで、非常にエイムがしやすいので、敵もかなり頭を積極的に狙ってきます。さあ、攻撃。オペレーターはまだ全然解除してないけど、スレッジはしっかり作ってやって、スレッジのこれでやっていこう。よし。さあ、スレッジはグレネードがあるからうまく使っていきたい。3階じゃなさそう。地下か。おっ、うん、壊される。どこだ、あったあったあった。わあ、壊された。壊すのがほんと早いからね、 PC 版。お、いいとこに隠れてる。ここか。ちょっと攻めづらい場所だな、ここ。バイオハザードコンテナ
ここ行こう。ん？味方が入った。あれを壊して、テルミットの仲間についていくか。ドローン、ここ1箇所、いや2箇所開けれる。いない。ん？なんだ？スモーク？スモークを焚いてるが、この辺に敵はいないな。 OK、 入ろう。3人、なんか割れてるぞ。そこいない？よし、なんでかヘッドを抜いた。 OK、 グレネードで開けよう。あと1人、間違った、操作間違った。ラウンドにも勝利。うわ、すごい動きしてるな。ナイス。さあ防衛、なんだろうね。 PC 版チャットが使えるから味方との意思疎通を図りやすくて非常にいい。さあ完全勝利を収めたい。ここか。まずこの辺を補強しよう。バンディットの味方がいるのが結構心強い。よいしょっと。で、ルビートラップつけとくか。あ、そうだった。イエーガが引いてるならいいか。イエーガじゃないや、バンディードだ。で、こうするか。さあ、んで、ここ見てみよう。視野が広いからこれでも結構よく見える。ん、1人いた。力は来ないが、味方が1人やった。ドローンが動いてる。ん？待って、なんか足が見えたぞ今。来るなこれ。OK。もう一人来るか。グラス。あとちょっとだったな。あ、頭に当たんなかった。壁抜きで見事に倒してきた。キーシバのグラスって強そうだな。さあ味方がダウン。監視カメラに映ってない。お、上から降りてきた。
ああ、2になってる。さあ、どうする。足音がしてるけど、カラフルなショットが。グラズか、グラズとスレッジ、もうカメラに映んないか。グラズは体力そんなに多くないはずだから、これ1分ほど。グラズか、おお、グラズが接近してる。視野が広いせいかバンディットの動きがさらに早く見える。あー、まずい。フロストがピンチ。フロストがピンチ。大丈夫か。さあ、残り15秒。どうする。おお、ワンフレンドリー。5、4、3、セーフ。よし、トラップが交渉した。あ、引っかかって通り越れない、通り越えられない、そして壊せない、こういう置き方もあるんだ。まあこんな感じで PC 版は人はあんまり多くないけど、まあ今フリーウィークエンドなので若干増えてます。こんな感じで結構ね、武器の操作がやりやすいです。というわけで PC 版プレイはこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。